皆さん、こんにちは。絵画こと買取プロ、周華道でございます。えー、足立美術館さんの図録をちょっと拝借いたしまして、作家のご案内をさせていただいておりますけれども、こちらはですね、小林古慶さんの作品、右側が、えー、熊若丸。 左側が木蓮、書いた、ともに小林古賢さんの作品ですね。こっちは明治ですから、少し若い時こちらは大正ですから、円熟期の作品ということで、まあ、いずれにしてもですね、小林光賢先生の作品、今でも大変人気が高うございます。まあ、昔は、隠天で活躍した作家でですね、隠天三ガラスと呼ばれた清尊、それと飛彦、そして古賢という3人がですね、隠天ンンの三ガラスというふうに言われていたわけですけれども、その中でも現在は、 幸子、えーまあ、先生も清村、えー、先生も非常に評価が高いんですけども群を抜いてやはり一目置かれているのはあやはり古慶さんですね古慶の持つこういったこうあの、まあ、いわゆる余白の美という言い方をしますけれども日本独特のですね、えー、そういった余韻に浸る鑑賞の絵画という意味でですねあの現代の美術館を筆頭にですねあのやはり代表格としてコレクションされる方が増えております。 小林小圭先生のお作品、以前よりも少し値段が私も上がっているかなという印象もありますけれども、きちっと評価をして高くお答えしております。インテンサンバガラスだった3人のうちの最もリーダー格、小林小圭先生のお作品をですね、きちっと評価してお答えしております。まずはこちらのフリーダイり台へお電話ください。鑑定も含めて、丁寧にオペレーターをご案内させていただきますので、 お問い合わせお待ちしております。